高橋神社は、栃木県小山市にある神社である。式内社で、旧社格は、県社。料理の素心、岩鹿六眼命を主催神とする、最も古い神社であり、国のとたちの村、天京村、天馬武、る、この花作や姫神、京都主神、高尾神、小結の神、豊受姫の神を廃止する。岐阜県に四つの分社があり、調理関係者から、信仰されている。 社殿によると、慶光天皇41年、日本穂高が統制の際に、当地で、国のとたちの村、天教村、天一万村を誕生し、戦勝を祈願したのが起源である。慶光天皇が、日本穂高の統制の戦績を巡視された際、柏での出会った岩鹿六万命は、老齢のため御門の許しを得てこの地に泊まった。天武天皇12年、 当地を支配した岩鹿六眼命の末裔、高橋主が高橋阿村の姓を授けられ、その年、当社に祖神、岩鹿六眼命を合祀して高橋神社と称した。長元二年、境内に井戸を掘ったところ大きな鯉が出たので、これを都に報告したところ、時の五一上天皇は誠に霊儀なことであるとして、日本一社近鯉の直額を授けた。以来、当社うじ子は鯉を食べず、 恋の絵が描かれた器は使わず、5月に恋のぼりも、立てない。このことから当社には、恋の明人の別名がある。中世には、下宇佐国有機氏の保護下に置かれ、歴代当主によって保護されていた。有機政とも、有機政直、お、有機政勝、有機春とも、有機秀康の、各城主の奇心城、奇願文、修行流等20通余りが現存する。 ことに秀安が越前福井へ国替えになった後も、代々霊土の第三を欠かすことがなく、明治維新まで続けられた。高橋神社の茅やの枠繰りは、円形ではなく一辺、約2メートルの四角形という珍しい形。四角形の理由は不明。一方向にだけ葉が出る片葉の吉を真にして、真こで大市ヶ谷の縄で束ねて作る。ありがとうございます。